公文書は古代、中世において公文の管理が行われた組織。苦業の満所や総合、国が省園などに設置され、公文書管理のみならず指揮、命令、政務、財政、召集、訴訟などの実務機関としても運用された。公文書の中でも最も著名なのが源頼朝が火星機関として鎌倉政権に置いたものである。 自称4年の挙兵以来、都の下級貴族出身の配下が、政務、財政、公文書作成業務や訴訟を行っていたが、元略元年に、大江広元を別当に、中原近義、二階堂行政、足立縁元、藤原国道ら4人をよりうどに任じて、公文書を設置した。研究元年に、よりが、ジュニーに任じられて苦慮に助せられると、慣例に従って、 マンドコ所を設置して公文書の組織を万所に移行こう、統合した。ただし、一部書機能は文中書に分離し公文書自体がなくなったわけではなく、公文書に置かれていた書機能が徐々にマンドコ所の各組織に移されていったと考えられ、また公文書そのものもマンド所ロ内の公文書管理部署として存知した。また、執権の法上氏の権威が高まると、 北条氏独自の課税機関として公文書が設置されていた。ありがとうございます。